りに人参も少し入れたいと思います。ではゴーヤはこの先を切って、で半分にします。でここスプーンでくり抜く方もいますけど、あのここね、綿が、まあ、栄養があると思うので、ここはあの残して種だけ取って使いたいと思います。でもちょっとこうここが柔らかいので、歯ごたえを良くしたい方はきれいに取った方がいいかもしれません。今回はもったないので、栄養豊富なここのね綿も使い、一緒にあの炒めていきたいと思います。綿を取ったゴーヤを今回は薄切りに1ミリぐらいですかね、まあもうちょっと厚くてもいいかな、これこのぐらい、2ミリよりはちょっと薄いぐらいの薄切りにしていきます。さっとね火が通るようにしていきたいと思います。人参はちょっと彩りに欲しいぐらいなので、半分ぐらい、こっちの細い方でいいかと思います。これを皮をむいて千切りにしていきます。斜め切りにして、これもね火がすぐ通るように薄く細かく切っていきたいと思います。まあ、これもお好みで、あの歯ごたえがちゃんと残っている方が好きな方は太くてもねいいかと思います。中火で、でごま油を小さじ2杯ぐらいですかね入れて、で人参から炒めていきます。人参はね、あのよく炒めると甘みが出ますので、ここで焦がさないように炒めていきます。人参がちょっとしんなりしてきましたので、ここでゴーヤを入れていきたいと思います。ゴーヤもね、全部ザザッと入れてしまい、でよくかき混ぜて炒めていきます。ここはあの焦がさないようにしっかりかき混ぜながらやってください。できましたので、ここで味付けをちょっとね火は止めて味付けしたいと思います。まあ2つつまみぐらいですかね。それでもう一度味見をして、味は仕上げたいと思います。でここでちょっともうちょっとしんなりするように、あのこのまま置いときます。でもっと柔らかいのが好きな方は蓋をして置いておいてください。私はこれぐらいで蓋なしでちょっと置いておこうと思います。でその間に卵を用意しますね。卵を溶いていきます。で、あの今回はお水も入れずに、あの卵だけで溶きますね。でこの時に白身がよく切れるように溶いていきます。それでちょ軽くね、あの卵は結構塩がきくので、ほんの少しここでお塩を一つまみよりちょっと少ないぐらい入れて、でもう一度火を入れました。で少しゴーヤと人参は上の方に避けておいて、でここに油をねちょっと足します。小さじ1杯ぐらいですかね。そしてもう少し油が温まったところにこの卵を入れていきたいと思います。まあ、ちょっとこれが難しい方は、やりにくい方はゴーヤ炒める前に卵を炒めといて、半熟ぐらいであのボウルに取っておいてもいいと思います。入れますね。で卵を油のちょっと多めの油に入れるとふんわりできますので、でここで半分ぐらい火を通してから全部ね全体的に混ぜたいと思います。もうちょっと火を通して、でこれぐらいでいいかと思います。でゴーヤと混ぜて、あんまりね卵が細かくならないように混ぜていきます。ふわっと混ぜてください。
ということです。ふわっと混ぜますね。でここで今半熟ですけど、火はしっかり通していきたいと思いますね。そうすればお弁当のおかずにもなりますのでね。まあ、お好みで半熟ぐらいでもお好きな方はいいかもしれません。でここで卵に火が通りましたら、かつお節、これ2パックですね、たっぷり入れたいと思います。かつお節を全体に入れて、でここでもねちょっと弱火にして、かつお節にも火が通るようにしていきたい。そうするとかつお節のねいい香りがしてきます。これで味見をして、それで味は整えていきたいと思います。入りごまですけど、ちょっとこう潰しながら指でねひねりながら、ごまを、まあ、大さじ1杯ぐらいですかね、かけて出来上がりです。ゴーヤのしりしりができました。今日のポイントは、卵をゴーヤに混ぜすぎない、卵ふんわり仕上げるっていうところです。ケチャップしちゃいますね。はい、では試食してみましょう。はい、ちょっとかつお節を最後にかけましたけど、卵をね入れる前にやったら、その卵の黄色が、はい、より鮮やかだったかもしれませんね。はい、うん、うんうん、ゴーヤがそんなに苦くないですね。そうですね、うん、やっぱちょっとその苦味も美味しさなので、うん、まあ、ちょっと苦いのが似合ってな方はちょっと塩もみしてたら、ね、そうですね、はい、うんうん、卵はふわっとしてます。そうですね、食べやすいですね、うんうん、でお好みで卵をちょっと甘くしてもいいかもしれません。今日の味付けは塩だけで、で鰹節の旨味とやりましたけど、まあ、ここでねお好みで胡椒を入れてもいいし、鶏ガラの素入れてもいいし、いろいろね工夫してやってみて、うん、美味しくね、ビタミンカラーで、ビタミンカラーですね、夏野菜いっぱい食べて、ゴーヤもいっぱい食べてほしいと思います。食って大事だから。